あいつらなんで俺を狙ったのかな。奴らが狙ってるのはお前というよりお前の中のものだ。キュービの狐だよな。みんなに恐れられてる化け物だろ。ああ、13年前に木の葉の里を襲った。全滅を防ぐには赤子だったお前の中に封印するしかなかったのだ。そのせいで不幸にもお前が暁の的となった。そんな恐ろしいもんなんであいつらは欲しがってんだってばよ。正直わしにもわからんが、奴らはその力を自分たちの支配下に置きたいのかもしれん。だったらさっさと強くなんなきゃな、俺ってばよ。よっしゃ、早く綱手とかいう人見つけてサスケ助けてもらったらさっさと修行つけてくれよ。こいつらしいの。着いたぞ、短冊街だ。ここで新しい術のための修行を始めるとしようかの。本当？いつ今すぐやんの？焦るな、綱手の情報収集もあるからの。今は祭りだから多分この町に来とるだろう。まず宿を決めるぞ。お前も楽しんだらいい。修行だけでなく遊ぶことも必要だぞ。ほれ、道場もあるようだ。ドラを鳴らして頼めば体術の練習もさせてもらえるの。わしはまず綱手を探す聞き込みをする。祭りを堪能したらわしのところに来い。